堕天使の歌。堕天使は鎖につながれた。翼をもがれ、偏見に蝕まれ、漆黒の絶望の中で生き絶えなんとする彼女の名を知っているか。彼女はやがて忘却の彼方へと追いやられ、無へと帰っていくのだろうか。いいな。レクイエムは方向となり、偽善の仮面を引き剥がすだろう。卑怯を打ち、虚構を引き裂く彼女の名を君は知っているか。そう、その名は何だろう。何なの？陽介からだ。助かった、出てくれると思ったぜ。お前今日暇だろ、頼む、ちょっと付き合ってくんねえか。陽介はかなり焦っているようだ。今日ジュネスでハロウィンフェアなんだ。準備全然できてなくてさ、飾りはあるけどチーフいなくて誰に頼んでいいかわかんねえんだよ。お前以外頼めるやついないんだ。ほんとお願いします。しゃあないなぁ、貸しにしてやんよ。おっしゃー、オンに切るぜ相棒。じゃあフードコートでな。電話は切れた。ジュネスに行ってみようか。欲しいって、ようやく終わったぜ。早いな。こっちも終わった。あ、タイミングバッチリ。さすがに気が合うな。にしても似合ってんなお前。板についてるっつうか、そっちが普段着ってレベルだぞ。そうかな。まあ仮装だしな。陽介も着ろ。もちろん本番は俺もちゃんと着るぜ。助っ人にだけ着せたりしねって。いやーでも助かったぜ、ありがとな。まあれがいりゃお客は。楽しそうだなあいつ。なんかご当地なんとかみたいになったけどな。陽介くん、ちょっとちょっと、どうなってんの？あ、チーフ、お疲れ様っす。ハロウィンフェアの飾り付けなんすけど。え？あ、やだな、陽介くん。あれ、とっくに中止になったでしょ。は？あれ、中止決まった時の朝礼、陽介くんもいたと思ったけど。朝だしぼんやりしてたかな。ま、片付けよろしくね。すごいねこれ、陽介くんたちが飾り付けたの。こんなに頑張ってくれるならやればよかったな、ハロウィン。どういうことだ。見ないでくれ、そんな目で俺を見るな。陽介に謝られ、お礼の品を渡されてから家に帰った。お礼の品の中身は、使わなかったハロウィン仮装だった。おい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 、どういうことだよ。
今日寒いね。それでは次のニュースです。環境を考える会代表の香西氏が市内の小学校を訪れ、霧の影響を現地調査しました。稲葉市ではここ数年頻繁に濃霧が発生していますが、原因がよく分かっていません。市内では霧の原因について憶測が飛び交い、体への影響を不安視する声も上がっています。ですが市は霧が人体に害を与えることは考えにくいとしており、殺人事件等による住民の不安心理の表れなのではとの見方を示しています。これを受け香西氏は事実関係をはっきりさせるため現地の小学校を訪れました。霧の中でも元気に遊ぶ子どもたちに体調や心の不安などについて尋ねたということです。あ、この人学校に来たよ。調査を終えた香西氏はコメントを発表しています。現代は些細な環境の変化にも目を配り、政治に反映させていかなければならない。今日私はある生徒と話したが、その子は風評に惑わされず自分の言葉で話していた。本来は我々大人こそがそうでなければならない。我々は常に子供たちの未来を管理する必要がある。香西氏はこう述べました。集まった保護者たちからは拍手が上がりましたが、一方で選挙に向けた人気取りとの票もあり、くしょ、頭痛い。七子の顔が赤い。熱は、ある。ひどい熱だ。とにかく休ませなければ。七子に薬を飲ませ寝かせた。ね、お兄ちゃん、お兄ちゃん。春になったら帰っちゃうの？もうすぐ、冬になっちゃうね。雪が降ったら、お兄ちゃんと、雪だるま作る、いっぱい。遊ぶ。ああ。春まで、いっぱい遊ぼうね。もちろんだ。七子は眠ったようだ。後で七子のベッドで寝かせよう。さっき電話あってね。お父さんもうすぐ帰ってくるって。お兄ちゃん、一緒にご飯作ろう。今日はね、いろいろすることあるんだ。ジュネスでお惣菜とたくあんと野菜いっぱい買った。お兄ちゃん、サラダ作れる？作れるよ。じゃあお兄ちゃん、サラダ係。ナナコは、目玉焼き係。ナナコちゃん、目玉焼き作れるんだ。すごいね。これからは野菜ちゃんと食べないとね。バランスのいい食生活が大事なんだよ。どこで聞いたのか、ナナコは得意そうにしている。あのね、家族は助け合うんだって先生言ってた。お母さん死んじゃってナナコもお父さんも寂しいけど、でもナナコにはお父さんがいるから、だからお父さんが寂しくないようにナナコが頑張らないとね。お兄ちゃんも家族だから一緒に頑張ろうね。一緒に頑張ろう。うん。あ、そうだ、これお兄ちゃんにあげる。ん？なんだ？家族の写真を手に入れた。ナナコと両親が写っている。がね、焼き回ししてくれた。お兄ちゃんも家族だから家族の写真あげる。今度お父さんとお兄ちゃんとナナコで写真撮ろうね。お兄ちゃん大好き。ついにマックスになったぜ。
よーし。早く準備しないとお父さん帰ってきちゃう。七子と一緒に夕食の支度をすることにした。ただいま。お父さん、お帰りなさい。おう。今日ね、お兄ちゃんとご飯作った。サラダとね、いろいろ。そうか、えらいぞ、七子。で、洗ってきてね。早く座って。なんだかやけに元気だな。きっとお前のおかげだな。お父さん、お兄ちゃん、早く早く。わかったわかった、すぐ食べよう。お父さん遅いな。お父さん、鍵忘れちゃったのかな。配達の人だった。高橋さん家どこですかって。もしもし、伊藤島です。あ、お父さん。うん、わかった。いいよ、お仕事でしょ。うん、うん、お兄ちゃんいるし。うん、バイバイ。お父さん、明日帰ってくるって。でも、七子寂しくないよ、お兄ちゃんいるから。今日も寒いね。こたつ出そっか。寒かったら出しなさいってお父さん言ってた。あったかいよ。スイッチ入れるよ。つかない。壊れてるね。そうだな、どうせ買うなら最新型がいいな。見たか。なんかえらいぼんやりしてたけど、今確かに人映ったよな。くっそ、また事件起きちまうのか。とにかく明日すぐ集まろうぜ。今日のはいくらなんでもぼんやりすぎて、見た目からじゃ推理もなんもない。心当たりとか情報交換しないと。じゃ、明日開けとけよ。真夜中テレビ、皆さんに言われて僕も見てみました。探偵業の僕がまさかこんな迷信に目を凝らす日が来るとは驚きです。人影、確かに映りましたね。あれ、誰だか分かったって人いる？さすがに無理っしょ、画面あんなザラザラじゃ。誰か最近テレビに出て地元で有名になった人は？すぐには思い当たりませんね。直近では政治家が一人、
霧から来る風雪を沈めるために町へ来たと報じられましたが、可能性は低いでしょう。第一、すぐに中央へ帰りましたし。どうした？そういやお前、昨日は売り場のベッドで爆睡した罪で深夜棚卸しの刑だったっけか。テレビ売り場のでいいからチェックしろって言ったけど、ちゃんと見たか。失礼クマね。クマナナちゃんと約束もしたし、生きることに真剣よ。クマが見るに映った人体格細っこくなかった。いやあんだけぼんやりで体格も何もないっしょ。気のせいだって、もしくは寝落ちか。それよりあっちに人は？それはなし、まだ誰も来てないよ。もう一晩様子見るしかないかも。みたいだな。幸いこの雨今日も夜まで降り続くみたいだ。今夜も忘れずにチェックな。おい、帰ったぞ。お帰りなさい。ねえお父さん、こたつ壊れてて、お兄ちゃんと買いに行っていい？こたつ？ああ、もうそんな季節か。ここんとこ気候も変だしな。じゃあ頼む、どんなんでもいいから。手紙？お前宛てなんだが。宛名には鳴神優様とある。まさか。たった一文が印刷されている。今度こそやめないと、大事な人が入れられて殺されるよ。まさか真夜中テレビに人影が映ったせいで再び警告してきたのだろうか。おい、これは何だ。差出人のまるっきりない手紙なんて、そう届くもんじゃないんだ。お前、やっぱり。答えろ。お前、この事件に関わってるな。お前、一体何をしている？真面目に答える気はないってことか。俺はお前を家族だと思うから、あえて問い詰めないできた。けど間違いだったな。家族だからこそもっと早くに言うべきだった。今日こそ本当のことを話してもらうぞ。お父さん。別の場所で続きだ。俺が納得できるまでは返さない。それがお前のためでもある。いいな。大丈夫だ、喧嘩してるわけじゃない。すぐ帰るから先に寝てるんだ。いいな。すぐ帰るから。うん、待ってる。これは預かっておく。さあ、話してもらおうか。お前、何に首を突っ込んでる？あの警告状は何だ？なぜあんなものが届いた？正直に全て話そう。ペルソナ？人がテレビの中に入る？今日こそは本当のことを話してもらえると思ったんだがな。もういい、もういい。まあ、半年そこらで親父面なんて無理があったかもな。少しはお前に信じてもらえてると思ってたんだがな。俺は残念だ。一晩ここにいろ。あーっとっとっと、ごめんなさい。ああ、テレビの中にペルソナか。ま、そうだよな。
ああ、いや、あのね、僕は君たちを信じたいんだよね。きっと堂島さんも信じたいからここに連れてきて話を聞いてるんだよ。それとほら、ここなら安全だし。あんな手紙見たら心配で保護したかったんだよ。愛情の裏返し、いや、愛情そのものだと思うよ。本当、悲しまないでいいから。そうだ、堂島さんね、今になって最初の事件の関係者を調べ直してるんだ。この事件、結局堂島さんも納得いってないみたいでさ。だからいろんなことに余計敏感に。あんまり喋るとまたどやされちゃうね。じゃあ僕部屋の外にいるから、何かあれば声かけてね。なんで俺まで棚卸ししてんだよ。クマがあんま稼がないからしょうがないでしょ。なんで偉そうなんだよ。もうなんで俺がお前養ってんだよ。こんなん買ってやんなきゃよかったぜ。ほらこれ持っとけ、お前用の携帯。ほほう、相手時代ないとこっちが心配だしな。つっても子供用の安っちいやつだけど。ありがとう陽介。使い方はこのマークのを押して、まあ俺のお手本見てろ。出ないな。今夜も雨だし、テレビのチェック忘れないようにって思ったんだけど、外は歩いてて気づいてないとか。ななちゃんとか遊びに行く。遊ぶ約束たくさんしたからね。行かねえよ。てかお菓子戻せ。もう晩飯時回ってるだろ。今度にしろ。ああそっか、あいつ出かけてるなら、ななこちゃん家で一人で留守番か。お留守番かわいそう、クマよ。晩ご飯差し入れに行ってみるとか。ねえ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 。ああもう分かったよ、しょうがねえな。オッケークマ、イエス。陽介おっとな。クマその心遣いにキュンってした。じゃあちょっと待ってろ、もう一度電話してみるから。やっぱ出ないか。え、もしかして家電なら出るとかってオチか。もしもし。あ、ななこちゃん。お兄ちゃんはいない。変な手紙が来て、それを見たらお父さん怒って警察にお兄ちゃん連れてった。ちょっと、警察に連れてった？いい加減クマに代わりんしゃい。こんばんは、あなたのクマクマ。また一緒にジュース飲んだりお菓子食べるクマよ。変な手紙？お兄ちゃんたちの様子はクマたちが見てくるクマだから心配しなくていいクマよ。まさかまたあの警告状？2通目が来たってことか。それを堂島さんが見て警察に。クマ一旦電話切れ、みんなに連絡する。真夜中テレビの時間だ。ここでも見れるのか。映った。ぼんやりとはしているが小さな人影が見える。女の子だ。おそらくは小学生くらいの。
これは、ナナコだ。はっきりとは見えないが、毎日見ているナナコを見間違えるはずがない。ナナコが真夜中テレビに映っている。しかし携帯は堂島に取り上げられてしまっている。今は仲間と連絡が取れない。どうしよう。かわいそうに、すぐ楽にしてあげる。さっき真夜中テレビに映ってたの、ナナコちゃんじゃない？どうしてナナコちゃんがテレビに出たりしてないのに。いいえ、出てたんですよ、ナナコちゃん。視覚的にじゃなく、言葉の中に。政治家が学校訪問に来たこと、何度かニュースで流れましたよね。そこで、彼は自分と話した一人の生徒について、毎度特別にコメントを出して称えたんです。その子は匿名のまま、知名度だけ上がっていった。それが奈々子ちゃんだったんです。興味に反応した新聞が、今日の夕刊に写真と実名インタビューを大きく出してます。それに狭い田舎町だ。もっと前から風の噂に知っていた人も多いでしょ。もっと早く気づけばよかった。絵で出ていないものはテレビに出ていないとすっかり思い込んでいました。どうしよう。奈々子ちゃん今家に一人なんでしょ。僕がこれから行って奈々子ちゃんの無事を確かめます。警察にも花村先輩たちが今向かってるところです。事情を伝えてくれるでしょう。わかった、私もすぐ行く。ユキコとリセちゃんにも連絡しとくから。はい、お願いします。ん？お前たちなんでここに。おい待て、なんだ。勝手に開けるな。ナナコちゃんがいなくなった。どういうことだ。白金からです。ナナコちゃん家の手が堂島さん家の前にいます。白金、おい、どういうことだ。今堂島さんの家にいます。扉が開いていて中は誰もいません。おそらくナナコちゃんは例の連続殺人犯に誘拐されています。堂島さんだって気づいてたでしょ。事件はまだ続いているんです。こちらは KJ お客様サービスセンターです。おかけになった電話番号は電波の届かないところにあるか電源が入っていないためかかりません。ナナコ、堂島さん、本当なのか。本当にナナコは。本当だ。何なんだ。どうして、どうしてナナコなんだ。多分メディアに取り上げ。どうするんですか。はい、交通課太田。誘拐事件だ。至急手配頼む。国道沿いに検問張れ。検問？まず状況を。ごちゃごちゃ言ってないでやれ。被害者は7歳女の子。俺の娘だ。娘さん。現場はどうして誘拐と。それはとにかくこいつは例の連続殺人にもつながってるかもしれないんだ。かもしれないって、事件の犯人上がったじゃないですか。いつからですか、いなくなったの。誘拐の予告や犯行声明は。いや、とにかく今は説明してる暇はない。はい、一応関係各所に連絡はしておきますが。殺人との関係って言っても証明できないし、所内すっかり解決ムードですから。どこ行くんですか。探しに行くに決まってんだろう。例の殺人とつながりゃ警察は事実誤認で泥をかぶることになる。上はギリまで事件とは認めない。待ってられるか。そんな当てとかあるんですか。
車でも使われてたらとてもじゃないけど。うるせえ。だから急いでんだろうが。ああもう一体どうすりゃいいんだ。堂島さん闇雲に行っちゃうし。足立さん、俺らも行きます。だからこいつ解放してやってください。え、そう言われても。どうなった？ああちょっとこれ以上勝手に来たらまずいって。大体ごちゃごちゃうるせえな。今それどこじゃねえだろ。身内が危ねってのに何の義理でボサッとしてろっつんだよ。てめえ責任取れんのかよ。ああ、辰巳くん、気持ちはわかるけど何が起きてるのか説明してくれないとやっぱり出すわけには。説明すれば解放してくれるんですね。わかりました。いや、約束したわけじゃ。どの道僕らもただ出て行ったって当てがない。一旦全員で状況を整理しましょう。足立さんへの説明にもなるはずです。今回の失踪はこれまでと同じ犯人による誘拐と見て間違いないでしょう。奈々子ちゃんの家は玄関の鍵が開いていました。しかも鍵にはこじ開けられた痕跡がなかった。奈々子ちゃんが自分で開けたってこと？僕らの時と同じだ。犯人は忍び込んだんじゃなく堂々と玄関から現れたんです。呼び鈴を押して。私たちの時と同じ？私たちの時？でもお二人の時とは事情が違う。温泉に入った時奈々子ちゃん言ってました。一人の時は知らない人が来ても玄関は開けないと。犯人は奈々ちゃんが知ってる人？先輩、誰か思い当たりませんか？へ、奈々子の学校関係者、堂島の知り合い、わからない。そうなってくるとやはり学校関係者か。いや、玄関先に現れた日頃来ない大人にすんなり気を許したとは考えにくい。もちろん児童の線もなしです。小学生にできる犯行じゃない。ああ、奈々子ちゃんの知り合いってだけじゃ絞れないような。そうですね。なら切り口を変えてみましょう。確かな事実として犯人はかなり大型のテレビを使用しているはずです。あ、テレビ？なんで？誘拐の現場はバラバラなのにテレビが使われるのはいずれも誘拐の直後、玄関先でと言ってもいいでしょう。おそらく犯人はテレビを携えて移動しているんです。じゃあ車が犯行現場ってことか。犯行のスムーズさから見ておそらくセダンではないある程度大きな車でしょう。ところが不審者の目撃情報が全くないんです。多くが白昼堂々の犯行なのにこれはおかしい。顔見知りで車で移動、でも見えない車、偶然誰も見なかっただけはさすがにありえないよね。これだけ繰り返してるわけだし。見えない車ってそんなのある？一体何？パトカー、タクシー、宅配便、真っ黒の小型車。そういえば昨日宅配便来たな。まさか奈々子がいるのを確かめに。そうか、思い出した。来たっすよ、宅配のトラック。宅配のトラックならどこの家の前に止まってたって不審じゃない。そうか、ローカルな業者なら配達員が毎度同じで顔見知り。しかも奈々子ちゃんが留守番してる時にだけ会ってたから僕らは知らない。足立さん、心当たりありませんか？そんな子供のおしゃべりから出た推理を急に言われても。宅配便だっけ。刑事としての僕の見解はだね、なかなかこれは難しい事件で。
おい、これって君らの推理当たってるかも。堂島さんが一から洗い直すって集めてた最初の山の穴殺しの資料なんだけど、参考人の一人が運送業って。堂島さんに伝えないと。前職解雇の後家業を継ぎ運送業、前職議員秘書生ため太郎。演歌歌手の旦那か。今は職業が一致しただけですが、行く当てを絞るだけなら十分だ。住所はここからすぐです。ああ、せっかく手がかり伝えたのに流れで怒鳴られちゃったよ。大丈夫かな、犯人普通の相手じゃないわけだし。ナナちゃん、足立さん、捜査に進展があった以上僕はすぐ現場へ行かないと。不在の間にあったことは僕は知らない。何も見なかったってことで。足立さん、行こう。生ための家、堂島さんもそこへ向かってる。今助けてやるからな。なんだあれ、煙出てんぞ。事故？あれは？堂島さん、大丈夫ですか？七子は。もしもし、救急車の手配願います。交通事故です。負傷者男性1名。そうだ、こっちも生ため探しの応援呼ばないと。七子は。嘘、何これ。生ための家へ向かって途中で奴の車と追ってて、くそ、七子はどこだ。生ためは、頼む、探してくれ。探すったって。そうだ、トラックに手がかりあるかも。ああ、ダメだって、現場は保存しないと。なら僕がやりましょう。待っていてまた振り出したらそれこそ保存になりません。見て、本当にテレビある。ええ、このサイズなら十分人間を通せます。それと運転席に日記帳が。多分生ためが書いたものでしょう。僕は新世界の存在を知った。なら僕は人を救わなければならない。救うだ？だそりゃ。これは被害者たちの現住所、山野真由美、小西咲、天城由紀子、辰巳寛治、久慈川理世。未遂で助かって世に出なかった3件目以降の被害者もちゃんと書かれてる。そして諸岡先生の住所は書いてない。すごい、そりゃ決まりだよ。最後の日付は今日だ。こんな小さな子が映ってしまうなんて、この子だけは絶対に救ってあげなくては。それ、七子ちゃん。なんとか入れてあげることができた。最近警察が騒がしい。この日記も
おそらくこれが最後になるだろう。やれるだけのことはやった。間違いない。今までも全部同じ手口でやったんだ。宅配のふりして堂々と玄関から来て、すぐ荷台のテレビに放り込んで、犯人は生ためだ。七子ちゃん追っかけないと。ここにテレビあるんだし。待って待って、変なとこに繋がってたら危険くまよ。明日は霧じゃないみたいだし、いつものやり方で明日から行った方がいいくま。けどよ、私たちが失敗したら誰が七子ちゃん助けるの。七子ちゃんの救出は明日以降最優先で、生ための行方は警察に任せましょう。堂島さん、具合は？情けない格好を見せちまってるな。七子は俺の生きがいだ。あいつをなくしちまったら生きてる意味なんかない。あの子は今この瞬間も怖い思いして助けを待ってる。なのに俺は一番肝心な時にこのざまだ。偉そうに父親面して、娘一人守ってやれない。堂島さん、もし七子に何かあったら、俺はやつを、生ためを絶対に許さない。お前にならできるんだろう。頼む、七子を救ってくれ。今頼れるのはお前たちしかいない。頼む。必ず助ける。七子ちゃんは僕らが必ず助け出します。少し日数がかかるかもしれませんが、信じて待っていてください。七子ちゃん、向こうにいるんだよな。それは間違いないクマ。生ためは警察が追っているはずですから、僕たちは七子ちゃん救出だけを考えましょう。あたしらにしかできないもんね。っていうか、私たちがやらなきゃ。途中で何度も無理かもって思ったけど、とうとう犯人までたどり着けた。ここまで来て七子ちゃんを犠牲になんて絶対させない。ああ、いよいよ締めだ。やってやろうぜ、俺らの力でよ。クマ、ナナちゃんと約束したクマよ。また遊ぼうって、大丈夫だからって。クマ、約束したクマよ。とにかく今やれることをやるだけです。そしてこれは僕らにしかできない。大丈夫、こんだけ気合入ってんだから結果はついてくるって。やり方は今まで通りだ、何も変わらない。次の霧の日までに七子ちゃんを見つけて取り戻す。そんだけだ。焦らず慎重に行こうぜ。